能登半島地震から1年。課題への対応や復興の現状は。富山湾の海底の異変、最新の調査で分かったことは。専門家と次の災害への備えについて考えます。ぜひ今回の災害を振り返って、自分ごととして考えていただければなと。あなたの防災スイッチオン。